大変お待たせいたしました。それでは先ほど申し上げましたように1945年に作曲されまして、フランスの歌詞がついてとても有名になりました。海岸の浜辺を二人で歩く足跡が浜辺の波で消される様を描いているように枯葉を演奏させていただきます。ダンディーズ流枯葉。2曲目にお送りするのは茶色の小瓶という曲でございます。1869年ジョセフ・ウィーナー作曲、しかし1939年にグレン・ミラーという偉大なジャズのミュージシャンが編曲いたしまして、そしてとても有名になりました。実は今日この曲を演奏するにはとてもスイートなエピソードがありまして、4月にダンディーズの定期演奏会で演奏した後、お客様とお開きのところで出入り口でお送りしているときに、あるお客様がとても演奏が素晴らしかったと、次回の演奏会では茶色の小瓶が聴きたいわとリーダーの平田真嗣の方に伝えました。ところがそのお客様が一体いつのコンサートに来てくださるのかわからない。そこで平田は考えました。そうだ、これから毎回この曲を演奏しよう。そうすればいつかどこかの席でリクエストした方がきっと聴いてくださると思うという、とても優しいハートを持ったリーダーだなと思いました。平田のその優しいハートに応えて、ダンディーズのメンバーはこれから毎回茶色の小瓶を演奏したいと思っております。それではダンディーズ流茶色の小瓶。
曲目は日本の楽曲をお送りいたします。1977年に作詞家阿久悠さんが作詞されて、作曲家大野勝雄さんが作曲され、日本中で大ヒットして、結果的に日本レコード大賞と日本歌謡大賞を同時に受賞されました。もちろん歌手は日本を代表するとても美男な歌手、沢田研二さんです。今日は特別にゲストに、実は沢田研二さんが、なんでここで笑うんですか、先予測されてるんです。お見えになる予定だったのは、ちょっとこの台風の関係でですね、残念ながら伊豆沢田健二郎さんを代理に呼んでおります。これから私がちょっと楽屋で呼んできますので、皆さん一緒に例の有名なあ手を挙げていただいて、あるいはこのペンライトですね、ペンライトを非常に眩しいのでよく見えませんが、このペンライトを振っていただくとお願いしたいと思います。それでは勝手に仕上がりを楽しみください。
沢田研二さんありがとうございました。あ、ありました。もうベスト10の方に行かれる。わかりました、気をつけて。ありがとうございました。どうもありがとうございました。沢田研二さんありがとうございました。とても素敵なペンライト皆さんしていただきましてありがとうございました。約8名ぐらいが振っていらっしゃいましたのです。ありがとうございました。それではもう一曲、日本の曲から導いてまいります。赤坂の夜は更けて、1965年に西田幸子さんがお歌いになって有名になりました。鈴木道明さんが作詞作曲をされました。赤坂というのはもともと大昔はその東京赤坂の土地に茜の花がたくさん咲いていたところから赤坂という地名ができたそうでございます。これもまたロマンティックなダンディーズの演奏で赤坂の夜は更けてをお楽しみください。
さあ本日は約2時間半にわたるコンサートありがとうございました。これでお開きの曲になりますが、お開きの曲は今日台風が来ております。この天気に一番ふさわしい曲、私の青空という曲をですねお送りいたしまして、台風被害のないことを祈りつつお開きにしたいと思っております。笑うことは副作用のない一番のお薬だと言われておりますので、ぜひ健康になって帰っていただければと思います。マイ・ブルー・ヘブン、1927年にウォルター・ドナルドソンが作曲し、ジョージ・ホワイティングが作詞をいたしました。1927年、28年、29年あたりはニューヨークの方でアメリカ大恐慌というのがあって、経済的に大破綻がありまして、庶民、市民がみんな苦しんでいる時代でしたけれども、その中でなんとか頑張って生きていこうということで、この歌ってみました。マイ・ブルー・ヘブンでお開きいたします。今日はありがとうございました。
ご案内のように銀河鉄道999は1977年から1981年の間、少年キングという少年雑誌で松本零士先生が連載された大ヒット漫画でございます。999という999というのは1000を大人の数の象徴としたときに、その大人になりきれないまだ未完の青年の状況を表しているのが999、その上に銀河鉄道999と付けたそうです。で、中で、主役の少年を旅に導くメーテルという美しい女性がいますけれども、彼女のメーテルはメーテルリンクが青い鳥という本を書きまして、そのどこかに幸せがあるということを象徴してメーテルが主役の少年を導いてくれるという素晴らしい物語でございました。それでは声に応えて銀河鉄道999、thank you.
OK とか、はい、あの東京のリーダーが OK とやっていただくので、はい、お曲やります。ちなみにあの銀河鉄道39の今の曲ですけれども、アレンジの中で8ビートと4ビートといってドラムスが非常に高度なテクニックがないと演奏できない場面がございました。ちょっとあの8ビートを叩いていただいていいですか。はい、いいですね。拍手で4ビート、この2色が先ほどの演奏の中に混ざっておりました。お分かりになった方は非常に高度な音楽知識があったので、それをきれいに織り交えてございました。それではダブルアコールに応えて本日の本当の開きの曲でございます。On the sunny side of the street、 明るい表通りでという曲でございます。先ほどの、私の青空と同じ頃に作曲されまして、これもまたアメリカの経済状況が非常に厳しい時に作曲されて、皆さんの気持ちを明るくした曲でございます。私たちもこれからどん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 明るい気持ちで過ごせていけたらいいなという願いを込めて、ダブルアコールに応えて On the sunny side of the street、 明るい表通りで。ダンディーズの皆さんです。